こんにちは、今日もこのチャンネルへようこそ。はい、ということで、今日も、ちょっと契約書の、動画出していきたいと思います。今ですね、深夜なんですけど、もうちょっと待ちきれなくて、ちょっとガチャ引こうかなと思います。ガチャというか契約書ですね。はい、で今ちょうど銚子くんザワールドですね。はい、このイベントが結構長い間やってたと思うんですけど、全部終わりました。ね、これ24日やってたんですかね。はい、全部終わったので、このイベントで手に入れた契約書を引いていこうと思います。はい。でですね、まずは、はい。あまり枚数としては、結構 B もあるんで、正直ですね、今自分のチームサードだけが B なんで、まだ B を引く。なんていうんですか、 B をこの動画でお届けする価値が、まあ、多少はあるかなと思ってるんで、まあ、もうサードの A が出ればもう B ランクの契約書は、まあ、今後は引かないでもいいかなと思うんですけど、はい、じゃあ引きましょう。銚子くんザワールドで引いた B ランク契約書ですね。これはホームランスタンプだから違う。はい、まあ、B はねさらっといきましょうか。4枚ですかね。はい、じゃあいきましょう。まあ、B ランクの選手はもうあまりその自分のチームのスタメンに入らないってことを考えると、ドラゴンズの選手が欲しい。藤岡選手ありがとうございます。はい、いやまあそんなにうまくはいかないかな。はいはいはい。まあまあ B なんで。はい、じゃあここからがまあ本番ですね。で自分はもう見ていただいている方は分かると思うんですけど、サードが A ランク以上の選手がいないんで、これサード引きたいんですよね。なのでまずはこれいきましょうか。 A ランク契約書ですね、普通の。はい、じゃあいきましょう。さあお願いしますよ。とりあえずサード A 以上にしたい。サードの選手欲しい。もうドラゴンズの選手とは言いません。もうサードの、あ、ごめんなさい、 BP、 あ、石川投手かぶってる。前の動画でごめんなさい、 BP 全回復しちゃいました。すいませんね、なんかいつも。はい、かぶっちゃったか。本当にこの前の動画で引いたんですけどね。はい、うん、やっぱこの辺に来るとかぶりも出てきますね。まあ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 、これがありますから、もう自分が求めてる高橋周平選手、見ちゃいましょうか。A ランク自チーム契約書で。さあ、周平ちゃん。頼みますよ。ああ、またかぶった。阿部選手引いてる。やばい。なんかですね、結構最近ガチャ運良かったじゃないですか、自分。ここに来てなんか、これ危なくないですか。危なくないですか。自分まだそんなにカードっていうか、そんなに枚数持ってない中にしてはちょっとかぶり始めてきましたね。はい、じゃあまあまあしょうがないんですけど。で、次はゴールド契約書3枚、この銚子くんザワールドで手に入れたゴールド契約書ですね。さあ、これはね、もちろん A ランクの選手も可能性ありますし、 S もありますよね。はい、じゃあいきましょう。ちょっとこれは期待したい。タイムアウトチャンス。まずいかな。せめて A。 あ、やばい、なんかなんかやばい気がするこれ。これもしかしたらそろそろ、そっか。はい、じゃあ最後 S ランク 10%。 これもちろん S のね選手が出たら嬉しいですけど、まあ A が出るっていうのもね、ある。全然 A が A ランクの選手も出ると思うんで、はい、結構最近 30% のは3分の2で引いてますよね、うん、30% 契約書は。まあ割と運いい方だと思うんですけど、ここで引けたらねもう最強ですけど、まあそこまではね望みません。はい、
サードの選手 A ランク以上お願いしますお願いします。もう割れちゃえ割れちゃえ割れちゃえ割れない爆死だこれ泣きたい3枚目この2日3日間の間に3枚目石川投手でもこうなると石川投手の S が欲しいっすね爆死だこれは、これは爆死しましたね。はい、まあね、今までがうまくいきすぎてましたよ。森選手引いたり山川投手引いたり、まあこんなことはありますよね普通はね。はいはい、ということで、ちょっとまあ今後ですね、まあちょっと今またイベントやってるんで、まあ時間があるときにどんどんこなしてね、また契約書貯めていければいいかなとも思います。で、前回の動画でお話ししたんですけど、ガチャなんですけど、6月になんか熱いやつがあるって話を伺ってて、でなんかそれなんか1500エナジー必要っぽくて、まあ自分まあどうかなっていう、まあ間に合うのかなっていうの微妙なのもありますあるんで、ちょっと今回のこれもしかしたら引くかもしれないです。もちろんいろんな S の選手を引いて、まあいろんな選手を増やしてチームの力をね強くしたいっていうのもあるんですけど、まあ、自分もこう最終的なまあ結構先になると思うんですけど、やっぱりこうドラゴンズオンリーのチームも作りたいなって思ってるんですよ。うん、で、まあ、それが C ランクとか B ランクの選手、まあ最低 A ランク以上、 A ランク以上の選手だけのドラゴンズのチームも作りたいななんてちょっと思ってるんで、もしかしたらこれ引くかもしれないんで、で今のエナジーの数だったらこれ3回引けますよね。うん、3回引いたらこの、購入3回目自チーム S ランク1人確定っていうのもねあるんで、まあ、ちょっと今本当に迷ってるんですけど、もしかしたら引くかもしれないですといったところで、はい、また引くときはね動画にしたいと思います。はい、ということで今回はね見事に、散りました。はい、さすがにやばかったですね。はい、まあちょっとさすがにこんなに紙引きが続くとは思えないんで、はい、まあこれにねめげずにまた次回以降、まあ、まあ契約書もねどんどん貯めてやっていければいいかなと思います。はい、では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。